普通の用紙ってこれこうやってすぐパッとこう破れちゃうじゃないですか。いやね、これが和紙だとちょっと待って、これが和紙です。簡単に破りません。要するに It is difficult. ここのところくなってますね。和紙はこうだね。繊維が長いですね。繊維がない、うん、そのためにこう簡単に破れない。ここのところでこうやっても思いっきりこうやってるのがありますけど、yeah. このところに繊維がなるためにこの弾力性がある。これが日本の紙といわゆるパルプで作った用紙と違う。あれ大丈夫ですか？大丈夫ですか？